近世音クーデターを警戒か最短ルートで帰国を急ぐ現在北朝鮮の金正恩が中国の習近平と会談すらせず最短ルートで北朝鮮への帰国を急いでいることが明らかになりましたこの金正恩さんなんですが先日米朝首脳会談が決裂してしまい北朝鮮国内で 求進力がかなり低下しているものと思われます。また、アメリカ政府は北朝鮮がアメリカを騙そうとしたと判断し、今後、北朝鮮がアメリカ政府に納得できる提案を行わない限り、協議すら再開しないと表明しておりますので、今後、北朝鮮国内は、 相当ですね、厳しい状況に置かれるものと思われます。さらに、北朝鮮の亡命政府、自由朝鮮を北朝鮮に暗殺された金正の息子さんが樹立したりしており、今の北朝鮮政府の正当性すら危うくなってきてるんですが、 日本政府にはこういった北朝鮮に関する動き、しっかりと情報収集を行っていただき、北朝鮮の亡命政府についても、現在様々な情報が流れておりますが、日本として外交カードの一つとして、活用できるのかどうか、しっかりと検討し、早急に北朝鮮の問題、拉致問題や、 大量破壊兵器の問題が解決できるように、アメリカや他の国々と協力をし、対応し続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。